メリークリスマスですじゃよ。本日は豪華料理を作りますじゃよ。でもじゃお兄さん、クリスマスプレゼントにお寿司を買ってきたがに。全部カッパ巻きじゃねえか。こらもっとマシなもん買ったれや。オートローにいくら買い直したれや。貧乏人を相手にするのは、このぐらいにして、料理を作りますじゃよ。サーモンを贅沢にも2枚まな板に乗せて、さらにケモジャのクリスマスプレゼントのカッパ巻きも乗せます。米粒がついてんだこら取ったらや。何もたもたしてんだおめえ。箸もろくに使えねえのかこら。慌てん坊のケモジャお兄さん、クリスマス前に落っこちた。今日はクリスマスイブちゃうんけい。今度落ちてきたら台路で焼却処分してやる覚悟したれや。ケモジャお兄さん、クリスマスプレゼントを買ってきたのに、ひどいだに。カッパ巻きじゃねえかこら。おめえのプレゼントでリアルに貧乏を痛感しちまったんだこら。サーモンでカッパ、巻き真珠をローリングストーンズしてさらに乗せますじゃよ。今回は特別に自分も、クリスマスプレゼンツを用意しましたじゃよ。濁り酒私大好きなんだよ。高かっただにね。よく買ってくれただに。用意するのに苦労しましたじゃよ。濁り酒なのに、透明だに。気のせいですじゃよ。お酒なら大歓迎だよ。私から飲んでいい。いただきます。ただの水じゃねえか。ふざけんじゃねえぞ。濁り酒の空き瓶はどうしたんだこら。近所の公園に落ちてたので、拾ってきましたじゃよ。汚ねえな。変なもん飲ますなこら。ちゃんと洗ったから大丈夫だこら。ここで本日の要順、いくら多めに乗せる。クリスマスぐらいは、贅沢してもよかとですよねじゃよ。よくねえんだこら。先月の水道代払ってねえんだよ。年越しそばも買えないだに。じゃあ、君たちは食べないんですねじゃよ。クリスマスを楽しみましょう。息抜きも大切だに。クリスマスなのにスープラトンの手のひら返し。